ちゃ。こんにちは。はい。さあ坂本おじさん、お久しぶりです。来たね。来ましたね。やっとね。はい。ヒーローインタビュー聞いた？聞きました。なんかほとんどの選手を、うん、の名前を言って、はい、チームが良くなってきました、はい。やっぱリーダーだな。まあそうですね。元ね C マークやっぱりつけてたし、うん、やっぱり影のキャプテン。でもあるし、はあ、あの楽天との試合ビハインドで迎えた9回裏ですよ。梶谷選手が出て、ね、で重信選手が繋いだな、はい、繋いで俺も見てて、はい、あ梶が出た、あこれ重信が続けば、うん、繋いだら面白いなと思ってたんで、うん、2点ビハインドだったから、ね、そうですね、9回裏ね、はい、でバッターが坂本選手で重信選手盗塁してきました。いやだからここなんだよポイントが、うんね、はい、で原監督もよく出したと思うよ。あれ最後あのねノーアウト1・3塁2点勝ってて、はい、1塁ランナーがスタートしたらキャッチャーは絶対セカンドスローするんだよ、はい、なんでかって2点あるから、うんうん、ね、これダブルスチール決まったところで、ね、まだ1点あるから、はい、絶対刺しに来るんだよ、うん、それを分かってて走らせたからね。あれはサインだった。もちろんさ、お前重信なんかお前単独で行ったらお前そんな勇気ないだろうお前。いやでも行ったと思って、いや行ったと思ってこれ走れるかなとか思ってたんだよ、はい、でも走ったらチャンスがものすごい膨らんで、うん、同点のチャンスはあるなと思ってたんだよ。あ同点のチャンスはある、あるってマウンド上の酒井、はい、これが今シーズン1点しか取られてなくて防御率が 0.55 なんだよ、はい、確かにいいピッチャーなんだよ、うん、でもそこを揺さぶるにはやっぱ盗塁しかないなとは思ってたんだよ。でも走らせないよなって思ってたら行ったんだよ、はい、うん、そう三塁二塁にこれでなりました。そうだから坂本のホームランが俺は生まれたと思う。あれ、まあ、あの盗塁行かずに三塁一塁のままだったらあのホームランはバッターの心理からすると、はい、いいか森内よく考えろ、はい、これはお前精神をかけて考えろ。ちょっと待って、はい分かりました。一三で、ね、バッター坂本、はい、ね、最悪のことは何だ。犠牲フライ最悪のこと、最悪のことは、ゲッツーですよね。そう、うん、ゲッツーがやっぱ頭にあるんだよ。はゲッツー打って1点取っても1点足りないわけよ、はい、でゲッツーを打ちたくないわけよ、うん、バッターとしたら、はい、でもそんなこと考えないで思い切りいかなきゃいけないって言っても片隅にはやっぱゲッツー打ったらもう試合が終わっちゃうって思うわけ。はーノーアウトだけど、はい、ね、重信が走ってくれたおかげで、うん、ゲッツがなくなったんだよ。確かに。だからホームランが生まれたと思うんだよ俺は。へえ。思いっきり後を行くだけだから。あそっか。だけど俺は坂本だったら右方向に打ってくるかなと思ったんだよ、はい、これは何でかっていうとセカンドランナーを三塁に進めるために、うん、もちろん梶谷もホームに迎え入れる、はい、その犠牲フライでもいいと思って、うん、右方向に狙うのかなと思ったら決めに行ったね。いやー見事だったな。あそこに打つっていうことはもう本人は狙ってたんですか。まあ、あそこで狙わないスケベ心がないやつはいないよ、うん、あそうスケベ心あるからみんなここで打ったらヒーローだぜみたいな。あーやっぱあるんですね。でもやっぱ金の取れる選手だよやっぱりな、うん、あそこら辺で打てるっていうのは。そうですよね、うん、でも多分坂本も言うだろうね、あの盗塁が大きかったって気持ち的にね、はい、うん、やっぱあそこでゲッツー打ったら終わっちゃうもんゲームが1点差で。そうですよね、うん、だから、まあそこら辺で出した監督のその勇気というか、うん、まあそういうのもすごいし、はい、それを信じ切れた監督がすごい。それとやっぱスタートを切った重信、はい、秋広がスライディングしてるのかなっていうぐらい体が伸びてたからな、こうやってもう必死だった。いやいや、それは必死だよ。あ、アウトだとお前バカじゃねえかって監督のサインっていうよりも重信バカって言われるから。そうですよね。いやいや、ほんとお前何走ってんのみたいな。確かに、うん、いやだからいい足してんな重信も。いやそうですよ、あそこで行くっていうのは。いやただその坂本選手も例えば自分がつなげば、まあ、後ろに、まあ、今度は岡本選手がいると、そういうそのどこかちょこっと余裕とか安心さっていうのもあるんですか、あそこは。いやない、うん、他の選手だったらあるかもわからない、うん、坂本はやっぱり自分で決めようと思ってたな多分、うん、あのスイングを見てると、はい、いや後ろのことなんか考えない、やっぱ自分が決めてなきゃいけないっていうふうに思ってるよ、うん、そうなんです
ですね。なんだぞお前。なんか自身も2000結構久しぶりの、まあ、サヨナラホームランっていう風にも話してましたし、ただ岡本がその試合でもホームラン打ってるわけよ、うん、はい、ね、本来だったら岡本が打ってなかったら申告敬遠だったかもわかんない、重信が走った時点で。あーそっか、まあでも逆転のランナーになるから、うん、それはやんなかったかもわかんないけど、岡本が調子が悪かったら、うん、じゃあ岡本で勝負いくかみたいな、そうです、ね、詰めようかっていうことにもなりかねないんだよね、うん、でも岡本もずっと状態いいしさ、はい、まあ、そういうことさせない、うん、見事だったな。あとは例えば、まあ、梶谷選手だった出た重信選手だったっていう時点で、例えばピッチャーを変えるっていうのはなかなか、いやだから楽天なんだよそこは問題なのが、うん、楽天もすごくいい状態に来てて、はい、あこれからやっぱこう楽天というのは力は自力持ってるし、うん、いい選手いるし、うん、で6月に入って3割バッターがずらっと並んでんだよ。6月になったらギューンと上がってきたんだよ。そうですね、交流戦も打率トップなので、ね、そうそう、それで大郷が、ね、勝ち越しのツーラン打ったりとかして、はい、よし今日ももらったぜみたいな、はい、広島、ね、6点からひっくり返されて7対6になってて、はい、それをまたひっくり返して勝って東京に乗り込んできたんだよ。だから乗ってるはずなんだよ、はい、そしたら松井裕樹だよ多分。そうですよね、いや梶谷に重信って続くのに、はい、高いみたいな。確かに状態はいい、状態はいいけど、うん、始まるバッターが前日サヨナラヒット打ってる梶谷とか、はい、そうじゃない、うん、おじさん松井裕樹なんで投げさせないんだってベンチに入ってなかったのかって言ったら入ってるじゃない、はい、ね、3連投だから休ませました。なんだお前野球選手って仕事休みあんの。そうですね、サラリーマン毎日言ってるんですけどね、サラリーマンだって週休2日なのにさ。そうです、3日やったぐらいで休みみたいな。確かにね、その球団の決め事とか、はい、まあ、石井監督もピッチャー出身だから、うん、やっぱり4連投はさせたくないっていう思いはあるけどさ、はい、でも交流戦終わったらブレイクあるじゃん3日ぐらい、はい、うん、だからそれを考えたらさ、もうこの3連戦で終わりは終わりなわけだから、はい、そしたらちょっと松井勇気行くぞみたいな、うん、なんで言えないのかなって。そうですよね、そら俺だったら梶谷重信と続いたら、そら松井ちょっとお願いしますよって言ってくださいよって、チームもいい状態なんで、うん、ってなると思うんだけどさ、あの点差で1点取られたら変えようかなとか、いやそんな中途半端なことは多分しないと思うんだけど、やるんだったらそれだったらもう頭から出す、あれが仮に1点差だとしても松井裕樹投手は出してなかったって、出してないと思うんです、もう休みだもん。あそうか、本日定休日と入り上がりだ楽勝だよね。いやだけど俺はね、楽天だからそのせっかくチームの状態が良くなってきてるのに、うん、みんなが悔いを残すよ、松井を使わなかっただけで。そうです、ね、いや松井が仮にね同じことをされたとしても、いや松井が打たれたんだったら仕方ないという納得はするけど、酒井はそういうシチュエーションで使ってないからさ、うん、おおだってよく打ったよお前、はい、みんなが寄ってかたかってね、逆転に持ち込んだのに、うん、これをパーにしたって、まあ、酒井が悪いわけじゃないけども、はい、見事なのが坂本だけどさ、やっぱそういうこうね、チーム状況を考えて日程考えたら、はい、休んでる場合かって俺は思うんだけどね、うん、それは休ませなきゃいけないよ、もうちょっとで終わるじゃん交流戦、まあ一応ね日曜日であと2試合だから、はい、あの時点で3試合そうです、3試合しかないって3連投したから休ませました。ちょっと納得いかないな。そうですね、結果は大逆転ということになってしまったんですね。まあだけど梶谷のやっぱ見事だな、はい、あれは狙い打ちだもん、外のマス入ってくるボールを。そうだったんです、ね、いや絶対そうだよ、絶対インサイドから入ってこないと思ったはずだよ、はい、だからもう外狙い打ちでツーベース見事だったよ、うん、で重信がつなげばいいのにわざわざ引っ張って一三塁を作ったというね、はい、いやこれも見事だしさ、盗塁、はい、も見事、うんうん、盗塁した後の坂本、うん、もうすごいね、ジャイアンツが乗ってきた乗ってきましたね。いや乗ってきたよ、梶谷サヨナラ打つ、坂本がサヨナラ逆転サヨナラ打つ、うん、岡本ホームラン打つ、うん、中田翔続くみたいな、うん、はい、もうこれはやっぱ乗ってきてるよ。もう一時最下位だったんですけど、これね、反撃の巨人ですよね。
なんだ反撃の巨人進撃の巨人なんですけど、だからその進撃が出てこないんだ。あれ何の巨人だったの？進撃の。そうだな、まあだけど地味に効いてきてる。地味に何が地味に効いてきてるか知ってる？何ですか？デイブがアーリーワークやって振り込ましたじゃん、はい、あれがじわ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 出てきてる。え、ここに来てるんですね。じわ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 出てきてる。粘り強くなるとか、やっぱバテない。バテない。これ夏場になったらもうちょっとそういう効果が出てくる可能性がある。その他のチームがバテってくる頃に。頃に。だからホームランも快調に出てるしね。そうですよね。だからこれはやっぱこう地味にその振り込みっていうのはバカにならないっていうことを証明してくれるはずで、まあ、交流戦の優勝も、まあ、手の届くところにね、ありますし、巨人はもう目の前だよ。そうです、うん、まあ、他のチームとの兼ね合いってことももちろんあるんですけど、まあ、DNA とかね、はい、兼ね合いはあるにしても、うん、やっぱこの交流戦っていうのは収穫はものすごくあった交流戦だったと思う。そうですよね、うん、順位も上げていきましたし、ね、そうだね。いやでも見事本当にあの坂本浩二さんビールが美味しかったんじゃないですか。プロ野球ニュースで飲めなかったそうだったんですねそうそう